周りの人々が謎の獣に襲われて次々と無残な死体で発見されていく。そんな恐怖にあなたは耐えられるだろうか。遡ること約260年前、フランス中央山地に位置するジェボーダン地方、山と森と草原ばかりの小さな地域でフランス史上最大のミステリーとして語り継がれる獣害事件が発生した。謎の獣に襲われた人間はほぼ助からない。頭部は砕かれ、内臓は食い散らかされ、人の原型をとどめていないほど無残な死体で発見されるという。恐怖の獣は時として瞬間移動でもしたかのように神出鬼没で現れる。獣の正体はいつどこに現れる。次に襲われるのは誰。人々は声を潜め身を寄せ合い、恐怖に打ちのめされる日々を過ごした。こうして襲われた村人の数は3年間でおよそ100人。腹を空かせた狼が山里に降りてきているのだとも言われたが、襲われるのは決まって女子供ばかり。殺戮を楽しんでいるようにも見える。そんな中、獣を見た者が声を震わせてこう言った。あれは狼なんかじゃない、怪物だ。ミッドナイトムーン。マドモアゼ、月照らす今宵も最高のヘモグロビンを。ミッドナイトの諸君、ミッドナイトムーンへようこそ。私がヴァンパイアの剣だぞ、You know? 私の名前は闇人形のヤミリですわ。私と一緒に愚かな人間どもの悲鳴を BGM にしてダンスパーティーをしませんこと。人間の悲鳴を聞いて踊りたくなるのはきっと君だけだろうね。さて、今宵お話しするのは18世紀のフランス、ジェボーダン地方を中心に3年間繰り広げられた獣による殺戮事件について。その姿はこの世の生き物とは思えない姿をしていて、人々は未確認の怪物を意味するベートと呼び恐れていたんだぞ、You know? 殺戮事件の幕開け。遡ること約260年前の1764年6月、フランス中央山地に位置するジェボーダン地方。この田舎町でベートによる獣害事件の第一報がもたらされた。家畜の番をしていた女性が獣に襲われたのだ。ジェボーダン地方は華やかなパリとは違い、貧しい農民たちが協力し合って暮らしている静かな地域。男性は狩りなどの力仕事をし、放牧の番をするのは主に女性と子供の仕事だった。そんなのどかなジェボーダン地方で突如不気味な事件が発生する。一人の女性がいつものように放牧の番をしていたところ、突然木の陰から一頭の巨大な獣が飛びかかってきたんだ。しかし運よく異変に気づいた牛が獣を角で威嚇し追い払ったため、女性は傷は負ったものの一命を取り留めた。彼女はすぐさま傷だらけの体で家に戻り、声を震わせながら襲われた獣の姿を訴えた。子牛ほどの大きさで全身が赤茶色の剛毛で覆われている太い首と大きな頭、豚のような鼻に口からはみ出すほどの大きな牙、そして背中に一筋の縞模様があった。未だかつて見たこともない怪物だったと。しかし彼女の訴えも虚しく、村人たちはこの獣の存在に誰もが疑問を抱き、ほとんどの者は巨大な狼の仕業だと思っていた。村人が狼だと思ったのも無理はない。謎の獣が現れる200年前、フランスはユグノー戦争という内戦をしていたんだ。約30年続いた内戦は野生生物に影響を与え、生存環境のバランスが崩れたことから山岳地帯では狼の数が増えていた。そして増えた狼が戦いで荒廃した山里に盛んに出没するという時代背景があったんだ。怪物が出たぞーって逆狼少年のような話ですわね。狼だと思っていたら怪物だったって、シャレにもイソップにもならないくらい怖い話なんだぞ。獣害事件の第一報から数日後、村人たちは凄まじい恐怖に陥れられることになる。最初の事件発生場所から10キロほど離れた場所で突如少女が行方不明になった。少女はすぐに発見されたのだが、その姿は見るも無残な屍と化していたんだ。頭部は食いちぎられ、内臓はほぼ残っておらず、死体を見た村人たちは恐怖におののいた。一般的な捕食動物は獲物を見つけたら真っ先に足や喉をめがけて襲うもの。狼は人間の頭部を砕き内臓を食べるのか。これは本当に狼の仕業なのか。そんな村人たちの不安をよそに事件はさらに加速する。翌月もその翌月も時を待たずして次々に人間が食い殺されていったんだ。襲われるのは決まって力の弱い女性や子供ばかり。さらにこの謎の獣にはとても信じがたい事実があった。それは獣が瞬間移動しているということ。
広大なジェボーダン地方の険しい山々を挟んだ50キロ離れた場所でほぼ同時刻に人が襲われていたことが分かったのだ。不可解で無残な死体、神出鬼没な出現、そして度重なる目撃証言から村人たちは怪物の存在を認めざるを得なくなっていた。こうして最初の事件から3ヶ月が経ち、死体となって発見された犠牲者の数は20人以上に上った。そして人々はこの怪物をこう呼んだ。未確認の怪物ベートだと。3ヶ月で20人以上の腹渡を食らい尽くすなんて、カリスマすぎて身の毛が逆立ちますわ。デビュー早々スターガイドまっしぐらですわ。普通身の毛が逆立つのは怖い時なんだけど、君は嬉しい時なんだね。ベート事件はジェボータン地方から 600km 離れたフランスの都パリに伝わり、フランス全土ヨーロッパ各地に知れ渡っていったんだ。そしてベートの噂を耳にした当時の国王ルイ15世はある思惑を果たすため討伐に動き出したんだぞ。捕らえられたベート。ベート事件が発生してから約1年後、ルイ15世はベートを捕らえるためにフランス軍のエリート集団から55名の竜騎兵を組織しジェボータンへ送り込んだ。しかし村人たちが胸をなで下ろしたのもつかの間、狩りをしたことがない竜騎兵は全く役に立たなかった。上品な馬にまたがりドラを鳴らしながら森の中を闊歩する兵隊たちに圧倒的な力と状況判断ができる知恵を兼ね備えたベートが捕らえられるわけがない。しかもせっかく発見したベートを見逃したり、兵隊が助走して待ち伏せしたりと的外れな作戦ばかりで失敗を繰り返す。そんな状況を嘲笑うかのように人間を襲い続けるベート。次第に諦めた竜騎兵は裏の女性を襲ったり金品を奪ったりと好き放題に振る舞い引き上げていった。そんな甘いお坊ちゃまたちにベート様が捕らえられるわけがありませんことよ。様をつけてるってことは尊敬しちゃったようだね。一筋の希望を失い絶望のどん底に陥った村人たち。しかしベート捕獲に躍起になっていた国王ルイ15世は新たな狩人をジェボーダンに派遣するんだぞ。1765年9月21日、ルイ15世はジェボータンに射撃の名手アントワーヌ・ド・ボーテルヌを派遣した。するとこのボーテルヌはすぐさまベートを仕留めパリに持ち帰ったんだ。ボーテルヌが持ち帰ったベートは体長 1.7 メートル、体高80センチ、体重は65キロもの巨大狼。その姿はまさに怪物そのものだった。しかしそれを見たルイ15世はこう言い放ったんだ。やはりただの狼ではないか。怪物だと。そんなものこの世に存在するわけがないのだ。怪物のような巨大狼を目の当たりにしてもただの狼と言い張るルイ15世、実はこれにはある思惑があったんだ。ルイ15世が謎の獣を仕留めたかった本当の理由は村人を守るためなどではなかった。ただベートという説明のつかない存在を否定するためだったんだ。なぜならベートといううさんくさい存在を認めることは合理主義的な啓蒙思想を世に広げようとしていたルイ15世にとって都合の悪い事実だったから。ベートなんて田舎者の考えそうなことだ。とっとと狼を退治して世間に知らしめろ。ルイ15世は名手ボーテルヌに報奨金と勲章を与え自分の考えが正しかったことに満足した。とにもかくにも獣は捕らえられやっと平和な暮らしを取り戻せたと村人たちは胸をなで下ろした。しかしそれから3ヶ月ほど経ったある日のジェボーダン地方で再び無残な死体が発見された。家畜の番をしていた2人の少年が謎の獣に襲われ1人が死亡。命からから逃げ帰った少年は家人にこう証言したのだ。背中に一筋の縞模様がある怪物が出たと。どういうことですの？ベート様は蘇りの力をお持ちなのかしら？実はボーテリヌ捕らえられた狼を村人たちに確認させずすぐにパリへ持ち帰っていた。一説ではボーテリヌは報奨金を受け取るためにただの巨大狼を捕らえたのだと言われているんだぞ。この事件はすぐさまルイ15世に伝わった。しかしルイ15世はすでに狼は捕まっているのだと言い張り相手にしなかった。臭い事実に蓋をしたんだ。さらにはルイ15世に意見を合わせるように新聞も事件を黙殺。ベートのことは誰も信じない。いや信じている者もいたかもしれないが探ろうとする者は皆無だった。こうして世間の冷たい風の中でジェボーダンの惨劇は力を増して復活。この後さらに凄惨な殺戮事件を繰り広げていくんだ。パート2で力を増すなんて連載物の大事な要素をしっかりと抑えていらっしゃいますわ。勝手に連載物にするのはやめなさい。ベートの復活だけでも恐ろしいのだが今回の死体には刃物で切られた跡があったり遺体に帽子が乗せられていたりなど異様な光景が見られたんだぞ。
怪物か陰謀か。今度こそ本当に自分たちだけで何とかしなければならなくなった村人たち。そこで一人の男が立ち上がった。その男は地元の漁師ジャン・シャステル。1767年6月19日、シャステルと300人の村人はベートが潜んでいると狙いを定めた森へ入っていった。息を殺して気配を探る村人たち。一歩一歩踏み出す足に緊張が走る。その時、いたぞ、ベートだ。その声に反応し、男たちは一斉に銃を構えた。右へ左へと逃げるベート。しかしどこへ逃げても銃を構えた村人が立ちはだかる。ベートはじりじりと後ずさりをしながらシャステルの方へと追い詰められていった。シャステルは信仰心が熱い男だった。ベートの姿を目で捉えると銃よりも先に聖書を取り出して朗読を始めたんだ。自分の手でベートを葬る。一つの命がなくなる瞬間に祈りを捧げたのだろう。何かを感じ取ったのか、シャステルをじっと見つめて動かないベート。最後まで聖書を読み終えたシャステルはそっと本を閉じて眼鏡をポケットにしまった。それから銃を手に持ち、聖母マリアのメダルを溶かして作った銀の弾丸でベートの心臓を撃ち抜いたんだ。なんでここだけスローモーションのようなんですの？ベート様は銃で撃たれるのを待っているみたいですわ。そう言いたくなる気持ちもわかるんだけどね。信じるか信じないかはあなた次第。なんだぞ、言うの？ベートの死骸はシャステルの手によってジェボーダン地方各地に引き回され、村人たちの目で確認された。やがて国王ルイ15世の前に持ち込まれたものの、国王にとってベート事件はすでに解決済みのこと。国王はその死骸に興味も示さず、すぐさま処分するように命じ、本来のベートの死骸はどこかしらに遺棄されてしまったんだ。ベートの死骸が残されてない今、未解決となっているこの事件。様々な考察がされているが、ベートの正体は狼と犬、もしくは狼とハイエナなど他の品種のハイブリッドだという考えが強く持たれている。さらに言えば、そのハイブリッドを生み出したのはシャステルで、自作自演の陰謀だったのではないかという説も囁かれているんだ。というのも、ベートを仕留めて英雄になる前のシャステルは粗暴で酒癖が悪く、村の鼻つまみ者だった。自分を邪険にしてきた村人に対する報復、もしくは名誉と報奨金目当てでベートを作り出し村に混乱を招いたと考えられなくもない。ジェボーダン地方は現在のフランス、ロゼール県の一部。ロゼール県にはベートに襲われた娘が勇ましく戦ったという話に基づいて作られた記念碑が建てられている。今もなお人々はあの恐怖を忘れられず、フランス最大のミステリーとして語り継がれているんだ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。聞いてよ、聞いてよ。おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。